早朝早くですね、まだ4時ぐらいです、時間的にはね、リベンジということでやってきました。さあ静かに狙いたいと思います。さあ来るかな。ここなんですよ。最初はラパララでやってみます。これです。昔93センチの伊藤を釣ったルアーです。これで狙ってみたいと思います。さあ最初の第一投が大事なんですよ。第一投が非常に確率高いですから、さあやってみましょう。釣りに来ました。やっぱり1投目ベガネ来た来た、ベガネした、ついに来た、やったやった、ついに来た来た、これ1投できましたよ。うわこの曲がり、来た来た来た、ここ最後の、うわでかい、うわうわでかい、取れるかな、最後の3人逃げてきありますからね。やった、やりました、あげましたよ、一投できましたよ、これを狙ってたんですよ。うわでかい、今までのサイズとは全然違いますよ。やりました、これですよ、昨日逃げたやつが、一投です、一投できました。見てください、この大きさ、ちょっと待ってよ、がっつり来てますよ、これがっつり飲み込んでる、すごいことになってますよ、これがっつり食い込んで、いやよし、待てよ、ごめんよ、うわうわよし、ライン切りました、ごめんごめん、外れた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 、これですよ、これここに来ました。いやー、あ、ちょっと針がくっついちゃってますね、これこれ針が取れちゃいました。いやでかい、ちょっと外してあげないだろうな、かわいそうに、何センチあるかな、これあと長さ測んないだろうな、このタモにやっと、でかいでかい、一投できましたよ、針がかわいそうに、
よし。これですよ、これ。取れちゃいましたこれ。すごいことになってますこれ。いやー、凄まじい。一発で来ましたよ。この化け物。こいつですよ、こいつ。この重量感すごい。何キロあるんだこれ。さあ逃がしてあげましょうかね。はい、ありがとう。さあ次のポイントいきますよ。よし、よいしょ。いやー、出会いました。大物は狙って、釣れという言葉があります。これはよく村田はじめさんがそんなことをおっしゃってますね。大物は狙って釣るんだよと、私もまさしくその通りだと思います。大型魚っていうのはですね、あれだけ大型になるっていうのはですね、普通の釣り人が釣り糸を垂れる時間帯ありますよね。ほとんど食いつかないです。日中の時間帯はですね、やっぱり隅っこの隠れてですね、じっとしてるわけなんですね。そして釣り人がいなくなる、薄暗くなった時間帯、夜明け前の薄明るくなってきた時間帯ですね、ほとんど釣り人がいない時間帯に餌を追ってます。それとですね、あれだけの大型魚になるとですね、魚食性が強くなります。そして、あれだけの大きな魚がですね、小魚を捕食するにはですね、小魚があまり、活動していない時間帯、これは薄暗くなって暗くなった時間帯と夜明け前の時間帯っていうのは小さなベイトになる魚っていうのはですね、活動しておりませんので、大型魚にしてみれば餌を捕食しやすい時間帯で、食事の時間帯ということになります。ですから大型を狙って釣るということであればですね、やっぱり夜中まだ真っ暗なうちにですね、釣り場に着いてですね、薄明るくなってきた時間帯、あるいは夕方ですね、だん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 暗くなってですね、まあ薄暗くなった時間帯あたりがですね、大型魚のお食事タイムといったことになります。今日もですね、まだ釣れたのが4時になるかならないかの時間帯ですね、
大型のミノを投げて一発目できました。これが日中の時間帯同じことをやってもですね、大型機は見向きもしません。完全に深い深みの岩陰ですとかね、そういったところに身を潜めてですね、体を休めてるっていうのがそういった時間帯ですので、やはり狙って釣るんであればそういった形でですね、時間帯を決めてですね、捕食する時間帯をめがけて聴講するっていうことをお勧めしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。